両騎士マは1932年に公開されたアメリカ合衆国の映画。原作はリチャード・コネルの短編小説ザ・モースト・デンジャラス・ゲーム。何度か映画化されているが、その最初の映画化である。娯楽としての人間狩りをテーマとしたスリラー。出演はジョエル・マクリー、レスリー・バンクス、キング・コングからフェイ・レート・ロバート・アームストロング、キング・コングの監督コンビ。 アーネスト・ビー・シュード・サックとメディアン・シー・クーパーが制作。夜間に、キング・コングのジャングルのセットを使って撮影した。1932年、巧妙なハンターのボップ・レーンス・フォードを乗せた、豪華ヨットが、南米沖で座礁。他の乗員がサメに食われる中、ボップは、泳いで孤島にたどり着く。ジャングルの中を進むと、屋敷を見つける。屋敷の主人のザロフ伯爵は、 ロシア貴族で狩りが趣味。もちろん、ボップのことも知っていた。屋敷には、戦客がいた。マーティンとイーブのトローブリッジ兄弟で、二人も船が、難破して、この島に漂流していた。あらゆる猛獣を狩り尽くした、ザロフ伯爵は、最も危険なゲームを欲していた。それは、人間。ザロフ伯爵の恐怖の、人間狩りが今幕を開けた。 公開の最初の年に7万ドルの利益を上げた。デビッド・フィンチャーの映画、ゾデヤアックの犯人の手紙の文面にこの映画に言及していると思われるシーンがある。ありがとうございます。